すわき一は、日本の合唱指揮者。関西地方を拠点に活動している。兵庫県神戸市出身。関西学院大学小学部卒業。在学中は、関西学院グリークラブに財団して、学生指揮者を務め、1954年の第7回、全日本合唱コンクール全国大会において、同年から導入された、招待演奏を指揮した。 大学卒業後は、新月会を指揮し、1958年の第11回全日本合唱コンクール全国大会一般部門、翌年の第12回と2年連続優勝を果たした。その後、アメリカ合衆国へ留学し、南メゾジスト大学芸術学部音楽科大学院、修了、宗教音楽と合唱式を選考した。 帰国後、神戸女学院大学音楽部専任講師を経て、港南女子大学教授、ワイオミング州立大学音楽学部客員教授を歴任した。関西学院グリークラブ、新月会、港南女子大学コーラス部のほか、関西を中心に広く大学、一般合唱団の指導、コンクールの審査に携わり、兵庫県合唱連盟理事長、全日本合唱連盟常務理事、 国際合唱連合副会長を歴任した。1994年兵庫県文化功労賞、2001年長井賞を受賞。現在、関西合唱連盟最高顧問、港南女子大学名誉教授、ありがとうございます。